皆様こんにちは、平成鉄道です。今回はですね、頑張れ地方鉄道、残された青森の私鉄をお届けいたします。平成鉄道はですね、今回、7月の末にですね、青森の鉄道の乗りつぶしに出かけました。今回の乗りつぶしのターゲットは青森県にある数少ない私鉄の乗りつぶしということで、江南鉄道大鰐線、江南線、それから津軽鉄道の3本です。かつて青森県には個性的な私鉄が存在しておりました。一つは東急7000系の中古を使っていた十和田観光鉄道、それから2つ目がレールバスでおなじみの南部縦貫鉄道、それから3つ目は本州の最北を行くキハ22系を使った下北交通大畑線。これらいずれもですね、2000年代に廃止されました。現在ではですね、第三セクターの青い森鉄道や貨物の八戸臨海鉄道を除きますと、旅客私鉄は江南鉄道と津軽鉄道の2社だけになりました。東京から、東北新幹線のはやぶさ号で、約3時間。今回はですね、感染対策のために密を避けるために、グリーン車で移動しました。新青森駅から在来線の奥羽本線で約30分、弘前へ向かいます。まずは江南鉄道の大鰐線へ乗車したいと思います。しかし悲しいかな、大鰐線の始発の中央弘前駅は JR 弘前駅から徒歩で20分程度歩かなくてはなりません。テクテク歩いて江南鉄道の大鰐線の中央弘前駅に到着いたしました。なんとこの駅の周りはですね、特に目立つこともなくて、しかも駅前の道が工事をしているということで、なかなか分かりづらいところにあります。1時半、また十分な時間。ここは東急の中古です。まだ10分
乗車券。まずは1日乗車券を買います。大黒様切符という江南鉄道の1日乗車券で、これが大鰐線と江南線共通で1日乗り放題で1000円です。この大黒様切符というのは、大というのは大鰐という大ですね。で、黒は、ここの黒は黒石、終点の黒石ということで、大鰐の大と黒石の黒で大黒様切符ということで、弘前を通して始点と終点の1文字を取って付けられた1日乗車券の切符です。大鰐線の車両はですね、元東急7000系です。このチャンネルでもご紹介しました。しかし一つ悲しいことがございます。エアコンがございません。順調に全面展望をしておりましたが、途中で、大雨に遭遇いたします。大雨はですね、列車に乗っている工場関係ないと思いますけど、この江南鉄道にはエアコンがございません。エアコンがないために、窓を全開いたします。そうすると雨が車内に入ってきます。そしてそれを、車内の窓を閉めようと思ったんですけど、固くて閉まりません。しょうがないので運転手さんが窓を閉めに来ました。窓を閉めた車内はまるでサウナ風呂のようにムシムシいたします。途中の、これ石川という駅から終点の大鰐まで、車内を閉め切った状態でまるでサウナ風呂になりました。あ、大鰐だから、そういうことね。あ、こっちは JR ね。大鰐本線、本線なんだから。ここ何もない。やっと天気になった。あ、これなんか足湯があるな、これ。はいはい、はい、それじゃあまた戻りましょう。ですね、今大鰐という駅におりまして、本来ならですね、この大鰐温泉から JR で帰っておこうと思ったんですけど、実はですね、とんでもないことが起こりましてですね、こいつ乗ってる間に大嵐が来てですね、全面展望が取れないという状況になりました。したがってもう一回これに乗ってですね、中央弘前まで行って、そこから歩いて弘前駅まで行こうと思います。ちょっと想定外です。ただですね、予定より前倒しにしましたので、時間には余裕があります。だから弘前の駅から江南線ののは4時20分なので、今まだ2時20分なので、これが2時半の出発なので、まあおそらく3時にはもう着くので、まあ余裕で着けるということなので、もう一回リベンジでこうやり直しでやります。もうこれがダメだったらもうしょうがないです。江南鉄道大鰐線は、全長 13.9km、機関線 67mm の直流 1500V 電化鉄道です。1952年に中央弘前から大鰐間が開業しました。大鰐線の利用者数は、1974年度の390万人をピークに年々減少し、2010年度は62万5千人まで減少、依然赤字が続いております。その後も経営難が続いており、2019年度は約6590万円の赤字を計上。2020年度も新型コロナウイルスの感染拡大の影響により乗客が減少しました。長らく江南線の黒字で大鰐線の赤字を埋めてきましたが、近年は江南線も赤字となっているため、大鰐線は厳しい状況が続いております。とても冷房車などを入れる余裕はありません。国内外の典型的なアートや弘前ならではの作品を展示する弘前煉瓦倉庫美術館。弘前煉瓦倉庫美術館では再度中央弘前駅へ到着いたしました。中央弘前駅へ着いた時はもうすっかり雨は止んで晴れておりました。それで摂氏30度の中、中央弘前から弘前駅まで歩きます。なんと途中に伊
イトーヨーカ堂がありました。最近イトーヨーカ堂は閉店ラッシュです、群馬県の伊勢崎店も最後の群馬県にあった1店のイトーヨーカ堂も閉めました。これはコロナ禍の影響です。しかし弘前のイトーヨーカ堂は元気で営業しております。洒落たお店、パンケーキの店も、店内にございます。こちらは大鰐線と違って結構乗客が多いです。買い物帰りの主婦さんとか、あと学生が、たくさん乗っております。港南鉄道の弘前駅の駅名表を見るとなんか変です。弘前の次が黒石になっております。途中の駅は飛ばされているのでしょうか。港南鉄道港南線は弘前駅から黒石駅までを結ぶ 16.8km の直流線 500V 機関線 67mm の電化鉄道です。丹波鉄道の愛称が付けられております。全列車が弘前黒石間でのほぼ30分間隔での運転です。朝夕ラッシュ時には4両編成車掌乗務の列車もあります。かつて平日の朝に快速が1往復設定されていましたが、2007年6月12日に発生した脱線事故の影響により事実上廃止となりました。黒字経営が続きましたが、年々乗客が減少し、さらにコロナ禍の影響もかなり受けて赤字となりました。貸切列車や忘年列車、毛の汁列車、ハイボール列車などのイベント列車も運行しています。日高駅に到着いたしました。ここは港南鉄道の本社がある駅でございます。終点の黒石駅に到着です。駅前はバスターミナルだけです。目立った店は一軒もございません。かつてここから JR 奥羽本線の川辺まで黒石線という港南鉄道黒石線という線が存在しておりました。1998年にこの、黒石線が廃止になりました。唯一港南鉄道では非電化の路線でした。国鉄黒石線を引き継いだ路線ですが、たった14年の歳月で廃止となりました。まだこの黒石線の面影は、あります。おそらく右側のホームに黒石線がの列車が止まっていたと思います。これの次の10時23分ガウダ行きになります。はい、ありました。こっちに乗ります。パーベットスイッチバッチ。よし、
車の匂いがしてる。すごい新車の匂い。今すごい匂い。これですね、今日のウエスタはワンマンスクールの肌というけど、はい、ディーゼルか、あれなのスバル21系機動車、1996年11月にスバル鉄道全通66周年の際、新潟鉄工所で21-101と21-102の2両が新造されました。太宰治の作品から走れメロスの愛称が付けられています。2000年2月に103から105の3両を増備し、5両が在籍しています。あ、すいません、あ、綺麗です、はい、動画の キハ22系156、1989年12月に JR 東日本より成就した車両。1992年4月に新潟鉄工所の出張工事でワンマン改造され、デッキ付近をロングシートとしました。この車両は秋田内陸縦貫鉄道の開業時に同社に貸し出され、その後津軽鉄道に移籍してきました。すでに廃車となって当駅に留置されています。タム501、元国鉄タム2848で1956年に製造されました。日本石油輸送 JOTCU であり、新潟のぬったり駅、後年は中島埠頭駅常備でした。津軽鉄道の燃料を五能線経由で輸送していた時利用されましたが、五能線貨物廃止の伴い津軽鉄道線内で利用するため購入。現在は稼働していません。タンクのボギー台車の多機能多い中、二軸車のタンクのタムは珍しいです。トム1系、1929年日本車両製造支店製の国鉄トム1系の同系車で、開業用として12両トム1、12が製造されました。国鉄直通貨車としても使用され、番号に二重架線が引かれています。キ100系、元国鉄キ120で、1933年に鉄道省大宮工場で製造され、1967年に津軽鉄道に譲渡されました。現存する数少ない戦前製のラッセル車です。機関車八津軽21系の推進により、本来の除雪用にも使われています。オハフ33系331、1948年に新潟鉄工所で製造された元国鉄オハフ33、520で、1983年に津軽鉄道に譲渡。機関車に暖房用蒸気供給設備がないため、だるまストーブを設置しており、当機はストーブ列車で稼働しています。冒険を手に入れました。先ほどのですね、一
1日乗車が2450円するので往復買ったんですね。途中下車はできないんですけど、貢献なんですよ。素晴らしい。今貢献ってないですよね。貢献だけど、ジンバルが来てるな。この火星機、津軽鉄道の長さもって、この津軽鉄道に乗って上京したとご本人から直接聞いたことがあります。港南鉄道、津軽鉄道も現状は厳しい状況です。ぜひコロナ禍がある程度収まったら、皆様も青森への鉄道旅行へ出かけてはどうでしょうか。さて突然ですが問題です。平成鉄道が乗車してきた列車編成が途中で変わっているところが1箇所ありました。どこでしょうか。正解は次回の動画で発表します。